おっすおっす、どうも炭酸のお兄ちゃんです。本日は FGO、金河新年ということで、新しく追加されたこちらのグレゴリー・ラスプーチンを弾いていきたいと思います。もうね、タイトル、サムネイルにも多分書くと思うんですけど、お、マシちゃん、かわいい。新種のね。かわいい、かわいい。これは何枚やってもいいですね。サムネイルにも書いたけど、石がある限り回していきます。まずは最初は予備譜から、回していきたいと思います。で、その後は、10連。一応俺スキップ級なので、スキップでやっていって、比較的早めに終わるんじゃないかなと思ってますね。そんな石もないし、最近はさほど大当たりしたのなんだっけな、去年の水着はね、もうすげえ大神引きしたし、なんかその後のね、キャストリアの復刻とかは全部確か爆死してたな。200個ぐらい確か爆死した気がする。記憶に新しいので言うとね。あと何持ってたかな、去年回したといえば。さあ、予備譜、去年だったかな、一昨年だったか忘れたけど、もう予備譜だけでコヤンスカ当てましたね。去年のやつだったかな、去年がコヤンスカで、今年がラスプーチンで、一昨年が村正でしたっけ。結構ね、この新種のやつは比較的当てちゃってるから、今回もラスプーチン、出てくれるかなっていう、軽い気持ちでね。琴峰さんね、かっこいいもんね。中国拳法使って、ちょっと性格は難ありだけどね。で、そのラスプーチンが強いのか弱いのかすらも分かってないんですね。ほんとなんか、原作キャラ好きだから、これね、って思ったんですけど、そう、今だと星さんでも、アルターエゴ出るから、ちょっと意地悪だよね、これ。出た瞬間に、ってなったけど、まさか来たかと思ったら。ラスプーチン、アルターエゴだよね、確か。そろそろ10連いくかな、単発で。さあ、出る気配はないですね。サーヴァント、セイバーではないよな、剣持ってねえし。ラスプーチン、お、ちょっと遅くなったと思ったけど、サーヴァントスキップしたね。予備譜終わったんだけど、10連分は、ほら、10連分やると11回分ね、プラス1個つくから、それをやってからの10連スタートですね。本番っちゃ本番。これで2回分の召喚。バーサーカー。てか俺、ラスプーチのね、そのクラスね、実は見てなかったんですよ。このアメデューサと確認してなくて、ここでちょっと気になって、何だったっけと思って、でいよいよ10連本番ですね、スタート。さあ、まず最初サーバントが確かめてからスキップ。さあ、確
定枠の星4以上かな。あ、爆死ですね。20連目。はい、予備フュージョン、レースオート。このさっき出たね、ターバントではない。カリアさん、かっこいいよね。カリアさん、アクレちゃんのために戦ったいいお兄さんですよ。どっかのバカ野郎と違ってな。お、リズと、なんだっけ、ペラ、ベラだっけ。かわいい。 いや、こんなこと初詣できてえわ。まあ、残念だけど、なかなか出ないね。あと20連しかできない。アーバント、あ、でもこれスキップしてないから違うんだよね。今は違いますと、でスキップして予備フ、ラスト、これにかけるぜ。さあ、スタートは予備フ、琴峰さん。お、いいよ、いい流れ。琴峰のレースいいよ。はいはいはい。お、止まった。サーバントくせえな。お、来た。お、しかもアルタエゴ。お、うわー、最後の最後に引き当てる。やった、グレゴリー・ラスプーチン、おめでとうございます。私は琴峰神父、グレゴリー・ラスプーチンとして君のもとに来訪した。喜びたまえ、私も嬉しい。戦いで力になることは少ないが、人生の指針、日常生活の補強には一加減あるにだ。今後ともよろしく。おや、納得のいかない顔だが、少々早い召喚だったかな。日常生活の保証には一加減あるっていうけど大丈夫かなみたいな。どっちかっていうとお前は父親不適合者、あ、でもなんだろう、奥さんなんで死んだのかちょっと忘れたんだけど、奥さんなんで死んだんだっけな。劇場はね、ちょっと奥さん出てきて、まあその死ぬところね、このさくらちゃんの映画のやつ、琴峰がもうラスボスだったから、アンリマユなんだね。オグはなんとかアンリマユ。うお、まああとはちょっとラスプーチンを強化してどんな風になるのか、まあ、もしも見たい方はこの、このまま引き続き見ていってください。あとはラスプーチンを鍛えて、終わりにしたいと思います。さあ、1回目の変化。おお、なんかあれだね、驚いたかね。召喚時から準備していたものが完成したよ。さながら月の司祭といったところか。サーバントは全盛期の姿で召喚される。その礼に習い、私の精神も若返っているようだ。なんかあれだね、さくらちゃんの衣装とちょっと似てるよね、あの黒さくらと。まあやっぱなんかアンリマユとこう関係があるのかなっていう感じですよね。さあ、引き続き、
3つの宗教観による多面的観測、異なる生と死、相入れぬ愚勢の苦悩が私を変えた。多くの苦行を行ってきた身だが、この苦しみはかつてない。流れる血が炎になったようだ。これが私の最終地点、嘘偽りのない琴峰綺麗という男の末路だよ。はい、最後は本当にアンリマユっぽい感じに、胸の黒い穴は何でしょうかっていうね、アンリマユっぽいような、なんか白くんのねの感じにもちょっと似てまして、はい、でラスト最後の絵ですね。積み重ねた自我、築き上げた信仰は燃やされ灰になった。だが無になったわけではない。その熱が多くのものを再誕させた。人生における絶頂、一度きりの魂の全盛期にまた立ち会う日が来たことは喜ばしい。もっとも死の間際の走馬灯のようなものだがね。はい、見事、まあ、最終形態までね行きまして、見事ラスプーチンゲットすることができました。ほんとラストラス1だったから、ね、ラスト10連で当てて、ほんとね、やっぱこういう原作系のキャラクターめちゃめちゃ引きが強いんですよね。特にまあその年の初めのピックアップキャラって、村正とかコンヤンスカとかね、この琴峰とか結構当ててますね。ウイウイとか陽気とかね。はい、まあ、見事ゲットしましたということでね、まあみんなの結果もぜひ教えてくれると嬉しいですし、またチャンネル登録とかグッドボタン押してくれると、まあ励みになりますので、まあまた今後も、まあ、FGO はちょっと石が溜まりづらいのであまりガチャは引かないかもしれませんけど、まあ、ぜひね、また見に来てくれると嬉しいです。ではバイバイ、おっつおっつ。